はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員靴沢良治でございます。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。コロナの影響で外国人留学生が大幅減少、まあ鎖国してましたからね。文科省、社会全体に影響しかねない、支援強化し5年でコロナ前の水準に戻すなんて発表しちゃって NHK が報道したんですけれども、叩かれ足りねえようだな、全くな、分かってねえよな、ネットの反応です。なんという反日政策、まだこんなこと言ってるなんて。社会全体に影響ってなんだよ。留学生で経営なんとかしている大学は淘汰しろ。留学生で、同じか、天下り先の国際大学の保護のためだろう。無駄ばかね、無駄金ばっかり使いやがって。天下り先が潰れちゃうっていう影響、何の数字を追ってるんだこいつらは。留学生が減ると社会全体に影響って何それ。なんで補助金つけて留学生受け入れたがるんだ。それはね、学校増やすためです。留学生半分以上っていう学校も東京都内には数多くあります。まだこんなこと言ってんだ。抗議凱旋され足りないようだな。これ私参院選の最中に偶然通りかかったんで抗議凱旋やってきましたけれども、足りないなこれな、わー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 文句言う人が足りないな。他の活動家に声かけて交代でやってもらおうかな、ちょっと思っちゃいました。留学生には学費、生活費、家賃、医療費、渡航費、丸がかえで年間約380万円くれてやって、4年間で約1500万円くれてやってると、日本人には450万円貸し付けて600万円以上返済させて年間50億円以上の利益を出してます。日本学生支援機構っていう文科省の外局がね、それもこれも文科省の天下り先のポンツク学校、ポンコツ学校を潰さないためだけに日本人を堂々と差別してんですよね。なんで留学生だけ。不満がありますよ、たまりますよ。私の参院選公約で留学生優遇廃止っていうのを掲げましたけれども、日本で学びたかったらそれ相応のコスト支払えよ。金もらって仕方なく勉強しに行くんじゃなくてね、まあバイトばっかして勉強もしないんですけどね、払えなければ来んな、親戚でもねえんだからさ。なんで日本一族の金でね、外国人を学ばせなくてはならないのか。日本が一生懸命今まで蓄積してきた学問をなんで金払って分け与えなければならないのか。文科省の官僚はね、退職後は全員貧困調査員やりゃいいんじゃねえの。前川喜平みてえにさ、自腹切ってさ、ろくでもないですね文科省ね。どれほど減ったかっていうのは記事には出てませんけれども、社会全体に影響を及ぼす留学生の減少は社会全体に影響を及ぼすってなんだそれいう理屈じゃないですか。俺らの社会に影響を及ぼすっつなら分かるけどさ、つまり文科省村全体に影響を及ぼすって正直に言えば分かるんですけど、社会全体にっつったら普通の人は日本全体にって勘違いすんじゃねえ。これ意図的に言わないでね。それともね、自ら洗脳されとって文科省の官僚どもは留学生を増やさないとこの世は滅びるぐらいに思ってんのかもしれないですけど、大丈夫、滅びんのはお前らの村
だけだからね。お前らの社会だけ、お前らの世界だけしか滅びません。留学生減らしても。アメリカみてえに留学生からは倍の学費取りゃいいんだよ。こいつら卒業しても我が国のためになりゃしねえから、この学問持ち帰って祖国のために役立つだけだから学費2倍にしたろ。それでいいじゃないですかね。急にそこまでできねえんだったら、なね、生活費まで出してやんのやめるわ。学費もダメだわ。日本人と同じ扱いに、これならわかりますけどね。全く文科省、ろくでもねえなぁ。本当になぁ。文科大臣、なんとか言ったれよ。こういう意見もありますよって。全然コントロールできてね。まあ勉強不足で、官僚の説明にいいように騙されてるのかもしれないですけれどもね。あまりさんが8月5日に国会で安倍総理の追悼演説することに立憲が反対してるんですけれども、続報がありました。なんと、頼まれて一回断っていた。立憲が。自民党慣例に従い、立憲に追悼演説を依頼。馬淵元部下を見殺し国交大臣、国葬の是非について説明責任を果たせ、8月いっぱい国会を開け、出なきゃやらないつってこれを拒否。な、8月いっぱいなんて議会は、それぞれの議員はそれぞれの地元でイベントいっぱいあんだわ。盆踊りとかっていうことで、まあ飲めない要求ですよこれは。自民党遺族の意向もあり、甘利さんが行うことで調整開始。西村智奈美、パククネそっくり、立憲幹事長、慣例から逸脱、なんつって批判してますけど、自ら依頼を断っといて、この言い草だったってことを判明しました。テレビは絶対放送しませんけどね、こういうのね。自民がこんなことやったら、自分で断っときながら、他の人がやるっつったら、文句言ってるなんてことがバレたら、ワイドショーで一日中騒ぐでしょ。で、一週間ぐらいやってんでしょ、これ。民放労連、NHK 労組が支持を公言している立憲が、どんなクソのような真似しても、実際にクソを垂れても、徹底的にかばうって決意は固いな。だから偏ってて異常なんですよ、テレビ新聞は。だが、しかし、泉健太立憲代表なんかに演説なんかやらしたらね、あることないこと捏造して喋りそうだから、まあ甘利さんでよかったかな、思っております。これこれのせいで韓国との関係が悪化しただの、悪い円安になっただの、追悼演説でデタラメ言われたんじゃかなわねえもんね。国葬に出て目立ちたいって欲がある泉健太、党としては反対してんのに、招かれたら出血はまだ決まっていない、出るかどうか決まってない、ぼやっと回答してごまかしてました。まあ、招待されたら尻尾振って出るんでしょうけどね、これね。テレビ新聞が立憲なんていうバカを徹底的にかばって甘やかすから、ますますバカになるんですよ。それに合わせてね、バカ相手だからこのぐらいなめプレイしてもええな、選挙勝てるよな、こいつらバカだろということで、自民党も劣化しちゃうんですね。我が国一番の外悪は、そうかでも統一でもなくて、テレビ新聞って私は確信してます。異論は認めます。テレビ新聞が立憲のようなバカ野党をますますバカにするから、それにつられて自民党もますますバカになっちゃって、それでも自民党が一番マシだから、そこに投票するしかなくて、自民党をやりたい放題、これが我が国の害悪害毒一番の、だと思います。そのテレビ業界、広告費売り上げを2018年にネット広告に抜かれております。2020年の時点では 2.2 兆円 vs 1.5 兆円と差は広がるばかり。まあこの他にですね、 NHK
7000億円っていうのはありますけれども、受信料イコール広告費じゃないからね、まあまあ、差は広がるばかりですよ。そんな中、身内の日本民間放送連盟研究所ってとこあるらしいんですけど、まあ民放連研究所ですか、研究結果を発表。テレビ広告はネット広告の 2.1 倍認知されやすく、 1.8 倍購買につながった。つまり広告効果が2倍あると、なんてことを発表しておりましたけれども、ネットの反応、さすが騙されませんね。嘘つくんじゃねえよ、誰が信じんで、自画自賛、自社調べみたいなもん。利害関係のない第三者が調べないと無意味。日本民間放送連盟研究所って身内じゃん。最近テレビ CM が AC ばかりだから超必死。まあスポンサー取れない AC ばっかり。これ東日本大震災の時もう AC ばっかりになりました。民間の企業はですね、こんなご時世自分とこの商品宣伝してる場合じゃねえよな、貧縮だよな、つって自粛したもんでね。テレビないから効果ゼロだわ。テレビだけでなく新聞広告もめちゃめちゃ減ってる。効果が倍でも値段が100倍じゃ合わない。効果が倍って言ってますけど、それって時間のこと？費用のこと？例えば同じ5分間広告見せて効果が倍なんですか、それとも同じ1万円分の広告で効果が倍なんですか。詰め広告ってですね、100万再生で100万円ぐらいって聞きましたけど、テレビ広告は視聴率 1% につき100万人見たんで、1回でもすごい金額取るって聞きましたけど、こういうとこね、ぼやっとさして民放労連じゃねえや、民放研究所、バカは騙せても賢い人は騙せないですね。記事タイトル見た時の感想なんですけど、内容読まずにね、テレビ視聴者層はネットの2倍くらい広告に踊らされ無駄遣いする洗脳しやすい人種なのかって、初見で思いましたけれども、苦境のテレビ局はこの記事振りかざして営業をかけるんでしょうね、企業の広告部にね、そいつらがバカだと、まあ、十分騙されるんでしょうね。一時騙されてテレビに大金払って広告売っても効果が期待したほどでねえ、まあすぐ気づくでしょうけどね。とにかくバカがバカを騙そうとしてバカな発表してるなという感想を持ちました。テレビ見てる人は、テレビしか見てない人はネットの2倍騙されやすいっていうことなのかな、最初思いましたけれども。東京ドームのワクチン接種会場に押しかけ業務妨害で逮捕。これヤマト Q って読むらしいです。ヤマト Q リーダー倉岡他2名を逮捕。3名逮捕ね。去年の3月、あ、違う、今年の3月、3名逮捕。7月13日、再逮捕。拘留中のまま再逮捕したんでしょうね。他、組織の他のメンバー5人を追加で逮捕。合計8人になったそうであります。記事の要約なんですけれども、元幹部、初期メンバーの証言。ヤマト Q は月 2,3 回の集会を開き、自称エリア51から輸入した、これの近くにいれば病気にならず若返るテスラ缶っていうものを4缶1セット30万円で販売していた。1個7万5000円ですか。缶って言ってもどんな缶なんだろう。一斗缶かな、それともコーヒー缶ぐらいのもんなのかな。効果が高いとする金色バージョンは250万円で販売していた。病気にならない若返ると言ってね、
30代から50代の主婦を中心に結構売れた2021年末に高齢者以外のワクチン接種が始まるとリーダーは突如ワクチンを打たなくてもテスラ缶があればコロナにならないと言い出した。要するに反ワクチン運動はテスラ缶の売り上げを伸ばすためのものだったと、逮捕の前月つまり2月ですか、プーチンは正義の味方光の戦士と言い出した。当局は反社団体として残党の動向を注視しているっていうのが記事の要約なんですけれども、反ワクチンとロシア擁護が80何パーセントで被ってたのはそういう理由か。みんなあのヤマト Q っていうののテスラ缶っていうものを売りたい、でもワクチンがバッチリ効いちゃうと売れない、なのでワクチンは効かない、でもコロナになりたくない人はテスラ缶を買えということで商売やってたみたいですね。でね、缶の中身を開封した人いっぱいいるんですけど、中はあのセメント詰まってるそうです開封する。でヤマト Q の言い分としては空気に触れるとセメントになってしまうとか言ってるらしいんだよね。ネットの反応です。きっしょ、壺と一緒じゃん、なんとか協会そっくり、やってることは完全にカルト、騙されるバカがいるのに信じられない、早いうち潰さないと統一教会みたいになるぞ、オカルトだと思ったらカルトだったでござる、気休め商品だとしても10万超えたら悪意を感じるね、調べたらトンイルの人なんじゃねえの、昔からあるアガリスクとか水素水とかと一緒、俺パワーストーンと宝くじ必勝法と水素水は買ったことある買っちゃダメだ買っちゃダメだろ。まあ賽銭やおみくじなんかもいわゆる気休めグッズですから、そういうねところに否定はしませんけど、250万高すぎでしょこれ、詐欺でしょ詐欺。なくならないなこういうのな。一旦騙されてこれ買っちゃった人はですね、騙されたことを認めたくなくて自分は正しいことをしたんだって思いたくてますますハマってくんだって。古今東西おっかねえですね。こういう人らが騙されたのを認めたくない人がネットに熱心に書き込んでしょ、でしょうね。ワクチン打ったら5年後に死ぬとかなんとかね、まあ4、5年経ったら分かることなんで、見てますけどね。私はワクチンする前に肺がんが発覚してやる機会をなくして今に至ってます。なんか毒性弱くなったらしいんで今後ワクチン打つ予定ないんですけど、キッシーが3回目のワクチンを進めるツベ動画、ツベ広告いっぱい出してんですよ。自民党だか厚労省だか知んねえけど、イラッとしますねあの顔見とね。まあ、やらねえよもうワクチンなんかよ。この板で知ったんですが、参政党は9900円のシャンプー売ってんだって高っけー、高いなー。雑学なんですけど、日本に売ってる洗剤なんですけど、まあありとあらゆるね、まあ食器洗いでも洗濯洗剤でも、まあ、シャンプーでも、これのね洗浄成分に使われている酵素がですね、とある一社独占なんだって。だからどの洗浄剤にもですねこの会社の酵素が使われておって、効き目はみんな一緒洗浄能力はみんな一緒という不都合な真実を知っておいてもらいたいな、いうことなんですけどね。シャンプー高えな俺、9900円か、消耗品だから
まあまあ買い続けますよね。エリア51とか若返るとかここまで聞いたらあいいですってならないもんなんすかね。獣医が断言しますけど生物は若返りません。ありとあらゆる生物は若返りません。時間は止まりませんって言い換えないと理解しないんでしょうかね。そんなはずはないとか若返らないよ言っても納得しない人、時間止められますあなた、時間逆戻せますって聞かないと分かんないな。まあ言っても無駄そうですね。今でもテスラ缶を信じてて一生懸命ネットに書いてる人、プーチンは光の兵士とか、書いちゃってる人、言っても分かんなそうですね。まあまあこういう事実が出てきたと。まあね、あのデモをやったら何百人もいきなり集まるし、なんかおかしいなって思ってたら、でも霊感商法とはまた違うか、エセ科学商法って言うんですねこれね。なんだっけ、あの昔昭和の時代にスカラー派とかなんとかっちゅうね、頭ぐるぐる巻きにした集団がいて話題になったことありますけれども、まああんなのが令和になっても廃れないんだな。まあね、あの300年か400年前には病気が流行るのは魔女のせいだとか言ってなんか適当な人と捕まえて殺しまくってた人類ですから、それバカにできませんね。いまだにね、全く驚き慌てて呆れてしまいました。というわけでメール党員さんと支部長立候補してくれる地方議員に支部長募集中であります。動画説明欄のもっと見るっていうところをクリックしてみてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。